姉ちゃん。いる。うん。いますよ。どうぞ。<laughs> どうしたのですか。ちっちゃい方をすぼめてしまって。 キュートなお顔が、泣いてますね <laughs> おいで。<laughs> 黙っていたいですか話したいですか聞いてほしい。 聞かせてください姉ちゃんって今のお仕事いつなりたいって決めたのうんそうですね確かちょうど。 あゆみちゃんと同じくらいの時でしたね迷いはなかったはい私は大いなる自然の意志にただ身を委ねているだけですからまあ 反対はいっぱいありましたけれど <laughs> あゆみちゃんも見ていた通りですね <laughs> 姉ちゃんかっこいい私は自分の力が不安で自信がなくて。 一歩前に出ることが怖くてできないの怖くて怖くて自信うん単純な言葉だけどとっても大事なことですね歩美ちゃんの実力は本物ですよ お姉ちゃん、ずっと見てきました。苦労して苦労して、一生懸命積み重ねてきた、今の実力でしょうそれなのに、あなた自身があなたを信じてあげなくてどうしますかイラストレーターを夢見て、 今まで一生懸命描き続けてきたあゆみちゃん頑張ってきたあゆみちゃんお父様やお母様に堅実な職業をと何度反対されても夢に向かって目をキラキラさせて進み続けたあゆみちゃん 信じてあげなきゃかわいそうでしょ、うん、まだ隠れている子がいますねここに。 出ておいで。お話聞かせて私より私より上手い人いっぱいいるもんネットとか見てたら私どんどん自信なくして何千何万もの人がいる中で。 どれだけの幸運か力があったらその人たちの前に出ていけるのって私のお友達にお仕事で絵を描いている方がいますが案外どういう世界でも動いたものがどんどん夢をつかんでいくと聞きますよ。 この子を知っていますか今、心霊研究の学会の間でも、作家業界の間でも有名になりつつある女の子。んなんて読むのさえのきさえのきナホさん。 すごいスピードで作品を書き上げてどん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 投稿してめきめきと頭角を現している次の半期の芥川賞最有力候補と目されているんだとかすごいなんと。 あゆみちゃんと同い年なんですよ <laughs> この子はですね実は誰に文法やロジックの組み立て方を教わったわけでもなくただひたすらに 画流ででき続けているそうなのですどうやら書くことが楽しくて仕方がないみたいですね。楽しんと。自分を信じて初心を忘れず。失敗してもその時対処すればいい。 私もいつもそう自分に言い聞かせているのですよ <laughs> お姉ちゃんはい決めた私もっと頑張って絵描きさんになる でね同い年のこの人なほなほさんの本に表紙書かせてもらうんだわーすごい素敵ですねお姉ちゃんもその本今から楽しみですよ 私の自慢の妹ですってうちのお客さんに自慢しちゃいます応援してくれるはい。 お姉ちゃん応援していますよ歩美ちゃん。